高く上がりました。センターバック、はい、追いかけて入りました。抵抗というのはしっかり理解はしていました。ライトへ上がった。さあどうだ、平沢の打球がスタンドまで。7球目また低め要求、これもセンターを追っていくが抜けた、長打になります。スライダー左中間に追い風、伸びていく伸びていく、フェアだ、フェンスにボールが当たった、ランナーが帰ってくる、田村帰ってきました、1点返した。監督の話がありました。やや内側に来て聖光学院も先頭バッター出塁、内野は依然として深め、詰まってライトは久保に守っていた、落ちる、二塁ランナーすでに三塁を回っています。同点、福島聖光学院。とも外寄りに持っていったバッテリーです。思い切りすくい上げた打球が伸びていきますが、向こう側入った。160キロだ、見逃しの三振、手が出しかし追い込まれている、直球打った、チーム1点抜けた、そして一塁を回る、長打になります。ツーアウト、ランナー二塁。